私は秀吉様の偉業を汚す愚者どもがこの約束の地で醜く切り刻んでやる。この戦場は普通ではない。私の何かを変えてしまう、そんな予感がする。大谷殿、武田殿一時休戦の儀、誠に誠でござろうが、この戦にて武士が存分に働けばの話よ。ヒッヒッ、私には共に戦う両手が、故に貴様らなど敵ではない。まずは小手調べよな。我も一つ博打とシャレ込もう。春はこやつよ。この戦、我らに義はあるのか。この大勝負任されました。どう腹手か、増票とは思えぬあの動き、ご油断召されるな。俺を見ろ、しっかりと見ろ。俺はあんただ、未来のあんただ。くりことはやめろ。私はお前になるなど朝日に一目ない。あれ、俺の出番もう終わり。マジで。そうよな、次なるは死の霧なぞ見舞おうてやろう。大谷殿、それは使わぬと申されたはず。これも我に注ぐ不幸よ。力が抜けます。私はな、俺らの光を焼き付けな。毒の元を破壊せねば軍は壊滅ですぞ。さて真田、我との契り守ってもらおう。大谷殿、承知、捕まった。はや分け目か、このほころび我が作ろうてやろう。秀吉様の強兵がいともことごとく約定なれば致し方なし。そなたも武田道場で心身を鍛えよ。さすれば道も開けよう。微塵も興味なきゆえご辞退させていただきたく。これでまた一つ傾くことになろうか。また一人この世から私が去る。私自身は消え去ることすら叶わぬと。親方様、申し訳ございませぬ。我が本当に求めたのは二つ狩り金に龍馬の名だ。なるほど、左近が危機として語る男とは主であったか。犬神行部様、そうか、あの男の身内なのか。ならばどうか、締め縄なんて奴を押さえていてほしい。三成様、我が軍の被害は甚大。もはや立て直せませぬ。おのれ、秀吉様の尊き軍を、よくも平和下がれ。奴は私が冥府へと送りつける。業務おのれ、よくも様、私に詫びろ。秀吉様の兵に詫びろ。秀吉様に死んで詫びろ。貴様、これよりの暴虐私が許可しない。
登れ。もう一度木漏れ日のようなあの日々に。いかなる言葉ももう遅い。この心には届かない。なぜならとうの昔に私は止まっているのだから。